two, three, four.負けないでガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはもちろんショートカットバージョンで1番やってサビまで行って最後のサビを、繰り返したという流れになってます。2番やってみたい方はコード進行一緒ですから歌詞を書いて、自分だけの歌も作ってください。でテロップと一緒に合わせてできるようになったら今度はノートに書いてね自分で歌ってください。その時の参考になるように見せようと思います。はい。今イントロをこう1回だけやって歌に入ってるんですけど本来こうかける2なんですけどね、まあまあ前奏はその感じで調整してくださいと。でここが A メロですね。はい。これね結構言葉のタイミングが独特だなと思いました。このあのですねふっと知った瞬間にとかねこういうなんか歌い回しでこのアーティストのね感じがだいぶあの表現が変わってきますよね。はい。でこれ B メロこの辺ね結構なんていうのかリズムをまたぐような歌であの思ったより分析して歌うと面白いというかはいあの簡単ではないと思いますよ。ここ面白いところですね B メロのところ。でここがもうおなじみのサビです。あのみんなで歌いたいやつですこれは。はい、はい、でここちょっと短くなってますけどここはイントロの前奏のねあのコードが入るってことです。ちょっと細かく表記になってますけど、まあテロップと見合わせながらちょっとこの辺をご理解くださいということでございます。はい。で出てくるコードなんですけど今日はね、まあガズレレ必須コードというグループのコードばっかり一応言います。 C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7、A7 です。 A7 も指一本でこれおなじみなんですけどまあここはねあれなんですよもうここにも書いてあるけれどもガズレレ必須コードですね。これ勢揃いです。はい、ドン。ガズレレ必須コード以前私が分かりやすく解説して頭にスッと入る楽しく覚えられる動画を撮ってます。ここでコードの解説してますんでぜひマスターしてください。でここからリズムの、話になってきます。つまりここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。リズムなんですけどねまず基本はですね8ビートのチャですね。はい。やっぱりこうロックの疾走感。はい。でサビではカッティングビート。カッティングっていうのはねこれねまあちょっと解説しすぎましょう。まずは8ビートのチャ。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。ふっとした瞬間、ぐたたかたん、たたつ、たたたたん、たたつ。これが8ビートのチャというリズムですね。C でやると。この、チャ。これは打楽器でドラムノートを、バッと、バコのパに当たるという。はい。この弾き方を、まず A メロと B メロでやって、サビはですね、こうです。ちょっと聞いてくださいね。ワン、ツー、スリー、負けないでもう少し止める。パッ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 。これ止まってるでしょ。左手よく見てください。左手で止めてるんですよ音をね。ね、これを
パッてこう止まるでしょ。これをカッティングと言います。はい。つまり、8ビートのチャとカッティングの合わせ技です。カッティングのサビはね、ダッタ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 、聞いてると簡単な感じしますけど、ここでパッパッパッてこう素早く止めてる場合、これが結構難易度高いです。これはカッティングですね。はい。この2つの弾き方の解説動画、じゃん。ここに、リンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、その中から8ビートのチャとカッティングの動画を見ながらマスターしてください。まず8ビートのチャなんですけど、8ビートっていう基本のリズムができてからになりますんで、最初はジャンジャジャンチャジャンジャンジャジャンチャジャン、この8ビートをマスターした後にこのチャをやった、8ビートのチャに入っていってください。でカッティングはちょっと難易度高いんですけど、もし難しかったら泣け泣いても4つ弾きで十分だと思います。あるいは8ビートでやっちゃう。はい。この辺でこの、自分のご自身のね、このスキルに合わせて楽しんでやりましょう。まあ何はと思われ、歌優先ですから、やっぱり言葉のエネルギーが一番ですよ。それがまずど真ん中にあっての話ですからね、よろしくお願いします。そうやってリズムがやっぱ加わると、またドライブ感とかいろいろこうなんか景色も変わってくるんで、ぜひいろんなこの要素を取り入れてやってみてください。はい。そういうわけで今回はシンプル&ストレートにドーンとこう直球でいく感じのアレンジでシンプルにいきます。はい。それではザードの負けないでガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ふとした瞬間に視線がぶつかる、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を、負けないでほらそこにボールは近づいて、そばにいるわ。感じてね、見つめる瞳。負けないでガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱリズムがね、こうなんていうのかな、ノリが変わるだけでだいぶこうエネルギッシュな雰囲気になると思うんですけれども、いかがだったでしょうか。あ、サビのところはですね、やっぱジャッジャッジャッ結構難しいんで、負けないでもう少し、これ8ビートでも全然なんていうか失速しないと思いますよ。まあお好みでいろんな弾き方で挑戦してみましょう。大きい声で歌う、やっぱ心込めて、こっちがね、やっぱ中心に、音楽の中心にあった方が絶対いいと思いますね。それに応援団としてこうリズムとかククレレが入ってくると。楽しんで音楽やりましょう。ありがとうございます。楽しい。ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今こう出てる本プラス最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね15万部ぐらいの皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。